こんばんは、戦国どうでしょうでございます。さて本日は慶応3年に開催されたパリ万博のお話でございます。渋沢栄一がね参加した万博でございますが、これね実はすごい規模の万博だったわけでございます。さてどんなね万博だったんでございましょうか。ということで本日の本題でございます。パリ万博は1867年4月1日から10月31日までフランスの首都パリで開催された国際博覧会でございます。またこの万博というのはナポレオン3世によるロンドン万博への挑戦として人々の注目も集めておりました。ただですね、有名なエッフェル塔でございますが、これもね万博で作られてはいるんですが、このエッフェル塔が建設されたのはこの1867年のパリ万博ではなくてですね、この後に行われた1889年の万博の時のことでございますので、このね万博の鳥観図にはエッフェル塔はねまだ出てないわけでございます。さてこのパリ万博でございますが、1863年の6月ナポレオン3世からの万博開催の勅令というのが下ってですね、万国博覧会の開催が決定されたわけでございます。会場にはシャン・ド・マルスの14万6000平方メートルという広大な敷地が当てられることになり、ここに中央の温室庭園を囲んで7つの回廊が同心円状に広がる巨大なね楕円形の展示会場が建設されたわけでございます。まあ鳥観図ねちょっと横に出しましょうか。こんな感じでそのね回廊がわかるわけでございます。そしてこれね展示の仕方が素晴らしいんですね。それぞれの回廊は特定の展示部門に対応しており、またですねその円の中心から放射状に展示物が国別に並べられていたため、円の中心からもしくは中心からですね通路を歩いていけばその国の展示物をまとめて見ることができるというね大変考えられた展示スタイルでございました。まあ現在とかですと、まあ、例えば日本館みたいな感じで日本のそのパビリオンがあるみたいな感じなんですが、当時はまあまだねまとまった展示だったわけでございます。メイン会場の外側には100件を超える外国の展示会場、そして売店や遊園地、レストランなどが立ち並びに人気を博しました。これらのねアイディアというのは第2回のパリ万博が最初の試みであったとされております。ただ娯楽施設を設置した明るいお祭りの雰囲気の万博というのはその後の万博のモデルになったともされております。出品者数は6万、入場者数は906万人と1851年の第1回ロンドン万博をしのぐものとなり成功を収めたというわけでございます。さてこの万博ですが、日本的な視点から見てみますと、このパリ万博は日本が国際社会にデビューする重要な舞台であったわけでございます。さらにここで日本を統治する支配者は誰なのかを示すというね必要があったわけでございます。そのため幕府の参加はそれを意図したものでございました。しかし日本からは幕府以外には薩摩藩、そして佐賀藩が出席、まあ、佐賀藩というのはどちらかというと幕府寄りの立場で出席したわけでございます。ただ薩摩藩というのがね後々問題になるんですが、幕府にすごい喧嘩を売ってくるわけなんですね。そのためフランスの新聞には将軍というのは有力大名の一人であり、江戸幕府は諸藩の中の強大な存在でしかないというふうに書かれてしまうわけでございます。そしてその薩摩藩が幕府に打った喧嘩でございますが、独自の薩摩琉球国勲章というものを作ってですね、幕府とは我々は違う政府であるというふうにアピールをしたわけでございます。このため幕府が抗議するという事態がね起こったわけでございます。まあ戊辰戦争のね前哨戦みたいなやつがねこのパリ万博でも繰り広げられたわけでございますよ。さて渋沢栄一でございますが、このねパリ万博の使節団に徳川昭武の随員として加わり、アジア各地に立ち寄った際にその記録を残したりですとか、またパリ万博の見聞、欧州の政治、財政、美術、工芸、軍事、風俗、習慣に至るまでを詳細に記録しております。まあ、その中でもですね、特に磁器や漆器をはじめとする日本の工芸品や日本女性が茶を振る舞うすき家作りの茶屋が大変な人気を博したことをこのように書いているわけでございますね。ヨーロッパ人、工事家を幻惑すべき諸願物、